バイマルはドイツ中林源州の都市で主要な歴史的文化都市の一つ。ワイマール、バイマール、ワイマール、バイマー、ワイマー、ウワイマーなどとも表記される。慣用的にワイマールと表記されることが多い。面積は84、27平方キロメートル。人口は約6万5千人。主な宗教はキリスト教プロテスタントルター派。1999年には 欧州文化首都に選ばれている。州都エアフルトから東に2 0キロメートルほどの平地に開けた町である。バイマルとは聖なる泉を意味する言葉と言われている。東隣2 0キロメートルほどの離れたところには古い大学長イエーナがある。神聖ローマ帝国時代にはザクセンバイマル広告の首都であった。広告時代には JS バッハが宮廷音楽家を務め、 またゲーテが最小として使えたことで知られる。市中心部にはゲーテの旧邸宅がほぼ原型のままで保存されている。ゲーテ旧邸宅から300メートルほどの場所にあるバイマル国民劇場はゲーテやフリードリヒシラーらが自作のオリジナル演劇作品を上演したドイツ古典主義関係の歴史的遺構である。ここでは今でも現代の演出家による作品が公開され、オペラなども 定期的に上演されている。これらの建物は古典主義のトバイマールの名で世界遺産に登録されている。他バイマールにはヘルダーの旧宅などがある。国民劇場の正面向かい側には広場を挟んでバウハウス博物館がある。周辺にはグロピウスの主催したバウハウスの旧校舎及びバイマル市民会館などバウハウス関係の建築物が点在する。 これらのうち三県の建築物がバイマルとデッサウのバウハウスとその関連遺産群の一部として1996年に世界遺産に登録されている。バイマルは第一次世界大戦後の1919 19年に憲法制定会議が行われた地として知られている。会議が行われた場所はバイマル国民劇場である。ここで制定された憲法を バイマル憲法、この憲法に基づいた1919 19年から1933年までのドイツ共和国をバイマル共和国と呼ぶ。ありがとうございます。